いや、なんで僕はこんなかっこいいロボットをスルーしてきたんだ。もうほんと自分がバカに見えるな。皆さんこんにちは、重装レゴビルダーヒロヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴ忍者号カイのトランスメカジェットです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。あ、ちなみに僕はレゴ忍者号については、あんまりわからないので間違ってたらごめんなさい。あ、ちなみにこちらは、ジャケ買いしました。なんでジャケ買いしたかっていうと、もうこのロボが超かっこいいからです。はい。いや、もうこれ組み立てる前からすごいかっこいいです。まあ、レビューするにあたって、キャラクターの名前は最低限抑えたので、忍者号については簡単にレビューしたいと思います。いや、これ超かっこいいですよね。これは、カイのスタッドシューターメカです。何がかっこいいかっていうと、まずこのジェットウィングの羽のクリアパーツがすごい綺麗なのと、あとは剣を持ってます。あとすごいのがロボモードからジェットモードに組み替えれます。いや、これは絶対にもう買っちゃいますね、僕は。はい。そして今回付属するミニフィグは2体入ってます。これがカイで、これがリッチーです。カイが主人公で、このリッチーが敵ですね。まあ見た感じですけど。はい、箱の裏側にはジェット機が乗ってます。そして僕はこのカイのトランスメカジェットを、はい、こちら、じゃーん、2個買いました。というわけで今回の動画はロボモードを組み立てます。では開けます。あー、そういえば僕レゴ忍者号は一番最初の動画でやったんですけど、あれから何年ぐらいだろう、2、3年はやってないかな。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと、説明書が2冊と、シールのシートが1枚です。はい、今回の動画ではこちらのロボモードを組み立てます。
はい、まずは組み立てが完了しました。いやもうこれ超かっこいい。いやもうなんで僕は今までレゴ忍者号を通ってきてなかったんだろう。もう本当になんか自分が情けないっすねで、あと思ったことは付属品の武器めっちゃ多いですね。これは何使うんだろう。で、あとはミニフィグがすごいモリモリになっててすごいゴージャスです。いやかっこいい。あ、そうだ、これシール貼らないといけないんだ。では今からシールを貼ります。せーので、完成。カイのトランスメカジェットです。うわー、めっちゃかっこいい。あ、ちなみにシールなんですけど全部で6枚あったんですけど、残りの16枚は自分で好きなシールを貼ってくださいという意味なのかな。あの、なんで僕は今までレゴ忍者号をスルーしてきたのかというと、見た目とかはすごいかっこいいんですけど、まず僕レゴ忍者号のストーリーを全然知らないのだ。あとはレゴ忍者号の商品って基本ちょっと高いので、あの、僕の懐事情ではちょっとレグするの難しかったんですけど、2000円のレゴ忍者号でこんだけ完成度が高いのはもうほんとびっくりしました。あの、僕組み立てた後かっこよすぎてちょっと言葉失ったわいやもう本当に素晴らしいです。ではまずは付属するミニフィグについて説明します。こっちがカイで、こっちがリッチーです。はい、こちらがカイです。全体はこのようになってます。いやもうモリモリすぎてすごいかっこいいです。上のこれなんだろう、多分おそらくなんですけど体力ゲージなんじゃないかなって思います。そして武器の持ち手がゲームのコントローラーになっているので、このシリーズの忍者ゴーのモチーフはゲームなのかな。いやーなんかすごいよく作られてるな。なんか貝自体も結構サイバーチックですごいかっこいいです。そして貝の頭はどのようになってるのかというと、はい、こんな感じです。そしてカイのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。そしてこのゲームのコントローラーのような武器はプライムコントローラーウェポンと言います。そしてこの武器に付け替えるブレードパーツも付属します。ブレードパーツすごいな。ブレードパーツは全部で5つ付属します。小刀と刀と鎖鎌と、これなんだろう、波動手裏剣的なで、普通の剣。すごいな。で、このコントローラーの剣を抜いて、で、この普通の剣にすると、おー、かっこいい。この後ろの部分にも付けられるので、こんな感じで、もう一個付ければと。はい、こんな感じになります。で、思ったんですけどレゴ忍者号って武器のパーツめっちゃ多いですね。で、さっきのプライムコントローラーウェポンと背中の刀で、背中の刀に関しては予備を含めて3本もあります。なのでコントローラーウェポンじゃなくてダンビラ2つを持たせるとこんな感じです。はい、そして今までレビューしてきた回のミニフィグを並べるとこんな感じです。一番右が最初に出した忍者号で、真ん中がコンビニ限定の回で、そして一番左が今回付属する回です。なんかシーズンごとに何があったんだって思いますね。はい、続いてはこちらのリッチーです。全体はこのようになってます。おそらくなんですけどこのリッチーが敵なんじゃないかなって思います。あの、あんま分かんないですけど、多分このリッチーは敵のボスか幹部なんじゃないかなって思います。そしてこのリッチーのミニフィグもなかなかかっこいいな。背面のこちらのパーツに関しては貝のものと基本一緒ですね。色が違うだけで。そしてリッチーのプライムコントローラーはこのようになってます。そしてこの僕リッチーのこのバイザーパーツすごいかっこいいな。あの、話変わっちゃうんですけど、激レンジャーの激ジャガーみたいなはい、そしてこちらがリッチーが乗るジェットボードです。ジェットボード自体の作りはすごいシンプルになってます。リッチーを乗せると、はい、こんな感じです。はい、続いてこちらはなんだろう、あの、箱見る感じこれのなんか奪い合いみたいな感じになってるので、キーアイテムなんじゃないかなって思います。この剣なんですけどめっちゃかっこいい。いやもうこんなかっこいい剣が付属するんだレゴ忍者号って。はい、カイに持たせてみるとこんな感じです。はい、そしてこちらがカイのトランスメカジェットロボモードです。はい、全体はこのようになってます。はい、近くで見ましょう。まずこちらが操縦席になってます。付属するシールも結構デザイン凝ってて僕は好きです。はい、そして腕はこのようになってます。剣のクリアパーツすごい綺麗だな。左腕はブラスター砲になってます。はい、そして下半身はこのようになってます。あの、思ったんですけど足細いないやでも足の造形もすごいかっこいいです。じゃ、ちょっと一回武器を取り外します。はい、そしてこちらがバックパックのウィングです。いやー、これすごいかっこいい。さらにこのバックパックのウィングはこのように閉じることが
いきます。でこれ綺麗に閉じるので、これ作った人すごいな。はい、では続いては可動範囲について説明します。このトランスメカジェットロボボードもすごい動きます。まずこの操縦席部分がこのように動いて、さらに腕がボールジョイントになってますので、このように稼働します。いやもうほんとボールジョイントすごいな。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、ここのピンパーツに先ほどのこういった刀をセットすることができます。それだから今回付属する武器パーツが多いのかな。左腕も右腕同様にボールジョイントでかなり動きます。左腕にもピンパーツがあります。そして足はここがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。ただこれちょっと残念なのは、このピンパーツにちょっと当たっちゃうところかな。あ、ただこれちょっと押しちゃえばよっと、こんな感じで動きますね。僕だったらここに穴埋めのパーツ入れるな。そしたら見栄え的にもなれば足もすごい動くので、これちょっと後で入れてみよう。ではこのジェットメカに貝を乗せます。乗せ方はすごい簡単です。まず貝の刀パーツを外して、武器を外せば、はい、これで終わりです。そしてこのように乗せればギュッと、はい、こんな感じです。いやーすごいな。これ貝が乗るだけですごいかっこよく見えます。そしてこのでかい剣を持たせればっと、おー超かっこいい。そしてこのヒンジパーツに先ほどのプライムコントローラーをセットすることがっとできます。コントローラー自体結構しっかりはまります。反対側に剣をはめることもできます。いやこれは本当によく考えられてます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。あの、実は貝の頭部動かせると思ってたんですけど、頭部パーツが少ししか動かないのがちょっと残念だなって思います。であと話それちゃうんですけど、これ背中のパーツなんとそのまま乗せることができます。ちゃんと背中のパーツを乗せれる空洞部分がありますので問題なく乗せれます。いやこれ本当によく考えられてるな。そして左腕のミサイルはこのようになってます。でこのミサイルに関してはレゴスターウォーズのマイクロファイターのミサイルと一緒です。では発射します。はい、こんな感じです。はい、付属するリッチーと並べるとこんな感じです。では今からこちらの貝のトランスメカジェットをプチ改造します。用意するパーツはこちら。はい、こちらのパーツです。レビュー中にも言ったんですけど、このピンの出っ張りがあることで稼働にちょっと制限があって、さらに手前まで持ってくればこのように稼働するんですけど、そうしちゃうとちょっと見栄え的によろしくないので、この穴埋めにこのパーツを使います。これをはめてもう一回取り付けます。はい、このようになります。そうすることで足がこのように広げれて、そして見栄えもかなり良好します。では反対側も同じ要領で改造します。あー取れちゃった外して、このパーツをセットしてもう一度取り付けます。そしてもう一度接続と、よっと、はい、改造が完了しました。このようにポーズを取らせることができます。そして今更なんですけど、この回のトランスメカジェット片足立ちできます。いやもう本当にレゴ忍者号かっこいいな。はい、レゴ忍者号回のトランスメカジェットはこんな感じです。はい、ということでレゴ忍者号回のトランスメカジェットを組み立ててレビューしていました。皆さんに謝ります。今までレゴ忍者号をレビューしなくて本当にすいませんでした。いやもう今回の動画で僕はレゴ忍者号のかっこよさと素晴らしさを学びました。いやもう本当に素晴らしいです。ストーリー自体はあんま分かんないんですけど、ミニフィグの見た目やロボの完成度からして、これはもうストーリー知らない僕でもこれ全然楽しめます。やっぱまず思うのがミニフィグのこのモリモリ感がやっぱすごいのと、あとは付属する武器も結構すごいかっこよかったです。やっぱ一番なのはやっぱこのトランスメカジェットですね。これがもう超かっこいいです。今まで組んだロボットの中で、いやこれ結構好きだわ。いやもう素晴らしいです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではロボモードからジェット機に組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ。Hehehehe